めちゃくちゃ美味しい。ビュー、皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、コスパもよくプリッとジューシーな鶏もも肉を一口サイズで焼き上げ、美味しいタレを絡めて食べるニラまみれの一口チキンステーキの作り方を紹介させていただきます。マジでこれがね、ニラの風味と食感抜群で、鶏肉と絡めながら一緒に食べるだけで美味しすぎて箸が止まりません。しかも今回ね、これから紹介する鶏もも肉の焼き方を真似してやっていただくと、ほんとね、鶏肉がプリップリでジューシーに仕上がり、そこにニラと美味しいタレが絡んでご飯も進むし、おつまみとしてもぴったりの一品が作れますので、ぜひ一回作ってみてください。こいつマジでやばい。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。鶏もも肉1枚、約 300g です。ニラ1パック。そして今回覚えてほしいのが、このめちゃくちゃ美味しいタレね。こちらの合わせ調味料は、お酒、濃口醤油、みりん、お酢、ごま油、各大さじ1杯ずつに、鶏ガラスープの素とお砂糖を小さじ1杯ずつ混ぜ合わせた状態のものね。これがマジでね、めちゃくちゃ美味しい。ぜひこれメモでもして覚えてください。あとはね、片栗粉。こちらは切り分けた鶏肉にまぶすぐらいあれば OK です。材料は以上でーす。まずは鶏もも肉を下ごしらえしていきます。とりあえず表面に残ってる硬い筋や余分な油、あと飛び出てるようなね、余分な皮を取り除いてください。まあ大体で OK ですよ。はい、こんな感じでね、余分な油や硬そうな筋あれば取り除く。あとこういうね、端の方に飛び出てる皮、こういうとこだけ取り除いておいてください。はい、鶏もも肉の余分な筋や皮、油などを取り除いたら切り分けていきます。今回は火の通りがよく、ちょっとね、たくさん数もできるように、そぎ切りにしたいと思います。まあ、半分に切っていただいて、そうですね、7、8ミリぐらいの幅で、こんな感じかな。そぐような感じで、切り分けてください。はい、こういう感じで OK です。鶏もも肉すべて食べやすい薄くて広い感じのそぎ切りにしてください。まあこの辺は大体で OK なんでね、あのコロッと切っちゃうと火の通りが悪くなるので、薄く広くそぐような感じで切るのがおすすめです。はい、こんな感じ。はい、こちらね、切り分けた鶏もも肉の表面に片栗粉をまぶしていきます。はい、こんな感じでね、鶏ももの表面に片栗粉をまぶす。ちょっとパタパタっと余分な粉を落としてください。これすべてね、切り分けた鶏もも肉の表面に片栗粉まぶしてください。これでね、鶏肉もジューシーにカリッと香ばしく焼き上がり、この片栗粉をまぶしておくことで、タレがめちゃくちゃ見やすくなるんで。はい、こんな感じ。お次はニラですね。綺麗に水洗いしてください。そして、全体的に絡んだ方がいいので、まあ、4センチから5センチぐらいの長さで、はい、ザクザクと切り分けます。今回このね、ニラの風味が抜群で、鶏肉に絡めて食べるとマジで絶品なんでね、たっぷりニラ使っちゃいましょう。はい、こんな感じでとりあえずニラ適当に切り分けます。よっこいしょと。はい、次はフライパンを用意して油をなじませ中火で温めてください。フライパンが温まったら、先ほど片栗粉をまぶしておいた鶏肉ね、こちら、並べて入れてください。そして、できるだけ動かさずに、このままじっくりと裏面がね、カリッと香ばしくなるように焼き上げてください。はい、こんな感じで、とりあえず鶏もも肉を並べて入れちゃいましょう。はい、だいたいね、動かさずに3分ほど焼くと、カリッと
と香ばしく焼けてくるので、ここで火力を弱火にしてください。もうフライパン十分温まってるんで、火力を弱火にして鶏肉をすべてひっくり返します。もうこの状態でね、7、8割は火が通ってますので、すべてひっくり返したら裏面はさっと、まあ1分ぐらいでいいんで焼いてやってください。あ、見て、香ばしそうで美味しい、いい感じの色ついてる。じゃあね、このまま弱火にして裏面も1分ぐらい焼きます。焼きすぎるとね、パサついちゃうので、ひっくり返してからはサッとで OK。はい、ひっくり返して1分ほど焼いたら、切り分けておいたニラをすべて入れてください。そして、弱火のままで OK。優しく混ぜ合わせながら、ニラがしんなりしてくるまで炒め合わせます。はい、こんな感じですね。ニラがいい感じにしなっとしてきたら、この合わせ調味料をすべて加えてください。はい、あとはこのまましっかりとニラと鶏肉の表面にタレを絡めるだけ。鶏肉にね、片栗粉をまぶしてあるので、優しく混ぜながらね、煮絡めるととろみがついてきます。だいたい1分ぐらいかな。いい感じに混ぜながらタレを表面に煮絡めてください。とろっといい感じの状態に煮詰まって絡んだら OK です。あ、いい感じいい感じ、ほんと1分ぐらいで OK です。はい、これで完成。じゃあ盛り付けて食べちゃおう。あいよー、完成しました。ニラまみれの一口チキンステーキ。ほんとこれがね、お酢を混ぜ合わせたさっぱり爽やかな旨味の効いた醤油ダレに鶏の旨味が広がり、ニラの風味抜群の絶品なので、ほんとね、ニラと一緒にガブッといっちゃってください。ガチで箸止まらんやつ。それでは、キューモーポーいただきます。めちゃくちゃプリッとしてジューシー、鶏肉がうますぎる。いや、これね、この甘酸っぱいタレが絡み、ニラもねシャキシャキっとしていて、口の中いっぱいに風味が広がり、鶏肉の美味しさがじゅわーっとにじみ出てきて、マジでやばい。いや、これマジでね、ご飯ガンガン進んじゃうし、おつまみとしても超優秀。そして今回のように鶏肉ね、薄く広めにそぎ切りにすることで火の通りが良くなるので、パサつかずにプリッとジューシーに仕上げることができます。そして焼き上げるときね、片面をじっくりとカリッと香ばしくなるように焼いて、もう片面焼くだけでほぼほぼ火が通るかなっていう状態にしてから、もうあとはひっくり返してね、ニラとタレを絡めるだけ。そうすることでマジでね、鶏肉の食感やばい、プリプリでジューシー。もうこのニラたっぷり絡めながら食べてみて、ガチでひっくり返ると思う。うまっ。いや、これは早速飲んじゃおう。はい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 、それでは今日も乾杯。あー、まあ最高。いや、やっぱね、お酢を少し混ぜてあるので爽やかな酸味が広がり、これからどんどん熱くなるんでね、さっぱり感も加わるんでおすすめです。まあお酢の酸味が苦手っていう方は別になくても美味しく作れますので、その辺はね、お好みで調節してください。うまっ。これはやばい。いや、これでしたらね、コスパの良い鶏もも肉1枚とニラ1パックで、ほんとボリュームも満点、十分おかずになりますし、10分ほどあったら作れるんで、むちゃくちゃおすすめ。最高やわこれ、なんぼでもいける。うまっ。いや、これね、このタレが美味しいんで、後引く味わいで止まらないやつなんで、このタレぜひ覚えておいてください。鶏肉じゃなくてね、豚肉や牛肉炒める時なんかでもおすすめ。あかん、うまいわこれ、ペロッといけちゃう。うますぎ。